食堂になってまして、あとこちらに寝室、あのそれから、書斎がありまして、反対側の方に今、こちらが今と客間ですね、食堂がありまして、それから寝室があって書斎があって、あと向こうに和館というのが あります。それはこれから説明いたしますけども、そういうところで一応再現されている。それで、もともとはそういう形になってですね、洋館がありまして、普通に和館があったものですね。あと皆さん、試験堂などご存知ですか、4人の天神を祀ってある堂が、吉田天にあるんですけども、それがですね、ちょっとこっちにあったんですね。それで、聖武さんが落ち着いたんですが、その後、吉田茂さんが、私、大久保利通と、吉田茂さんの奥さん、由紀子さんと、ずっと関係があるものですから、ぜひ、四人の天神を祀ったようほしいということで、今は吉田天皇にあります。四人のほかに、あとですね、あと3人含まれまして、伊藤博文さんと佐谷金吾さんと吉田さんが加わって試験堂に一応足つ験堂になります。それでぜひですね、吉田邸ガラスにご覧になってください。一応、ここに廊下がありますけれども、この中に、食堂がありまして、ステンドグラスになってます。こういうのはですね、食堂には、ここに鳥とかですね、これはステンドグラス、はい。これが一応洋館で、これがお客間で、これが食堂で、書斎で寝室的になっているんですよ。食事に来たりも来たそうです。全部ね、この政治さんから神奈川県の近くに来ればかかるので、来たんですけど、その間、この辺の中に来てくれました。こちらが一応、ジオン館と言われています。ここが洋館ですね。大体前、大震災で壊れた後、大体こう、それで焦って作られたと言われています。これがジオン館です。その廊下に板屋があったんですね。それ総廊下って一応書いてありますが、これは門のところに書いてあります。ここに書いてありますね。これは日本茅葺きの味の日本館ですね。これは今の日本館ですね。で、中は今の形で割り広い日本館があったらそうです。日本館この建物を巡り回って、周りはこれ全部、
調味とも入れてお話ししました。で、まあ、いろんな温泉の情勢とか、そういうのを聞いたと聞いてますね。どうも。はい。ゆっくりお出てください。その時を教えてください。はい。あの皆さん、ここに来るまであそこの資料をいろいろご覧になりましたでしょ。あの伊藤博文が尊敬した試験場というのは、この向こう側にあったんですけど、今、どちらかにありますけど、大久保的な、岩倉ともに、何でしたのか、そういったタワーを発したタワーです。木戸工事ですね。あと、ちょっとあの木がありました。足元に気をつけて。一周してきた。ここに出るんだ。なるほど。新しいやつですね。ああ、そうなんですね。今見た、うん、あっちの、先ほど説明しましたように、こちらの方は再入場できませんので、これをお買いください。はい。